が不景気になったりすると赤字になるでしょ、はい、小さな赤字では潰れませんよ。会社が潰れるのに本業以外余計なことをやってみんなです。10件潰れたら8件は余計なことやって潰れてるんです。赤字が出始めたからそれを赤字を消すために本業以外のものを手出すんです。本業の改善じゃなくて。ですから、やっぱり勉強いただいて、ちょっとそうですね、まあ過去の経験にもよりますけどね。